ジャンマンです。交流戦現在首位です。ソフトバンクホークス、今日からヤクルト3連戦です。その今日は初日ですね、現在8回裏6対3で勝ってます。今日も勝つばい。おお、ギリギリアウト、雄平ヒット、4番バレンティン、まだ交流戦ホームランがありません。フルカウントです。あー、バレンティンヒット、2アウト、1、3塁、若き大砲村上選手でございます。18本、すごいな。ここでホームランが出たら同点ですね。もう寝ろ、ほんまれ。オッケー、三振。9回表上林、3-1、ここは一発狙ってもいいかな。ストライク来るよ。あー、サードフライ。さあ9回裏です。ホークス森がいません。誰が出るかなと思ったらルーキーの甲斐野選手、セーブシチュエーション初めてのマウンドでございます。3点差、ここはセーブが欲しいです。サファテも森もいない。ホークス天の時に抑えの経験があるようですね、甲斐野は。ホークス令和の抑えは甲斐野になるのでしょうか。フルカウント、あー、フォアボール。代打荒木選手、あー、ヒット。ヤクルト代打構成、西田選手、あー、おー、危ねー。ギリギリファール、ギリギリポール際。次の山田選手には回したくない。あー、フォークが全部ワンバウンド、ちょっと力んでます。フルカウント、おし、空振り三振。フォークが決まった。やっと落ちるスライダーですね、フォークじゃなくて。9回裏2アウト1、2塁で山田、よし、空振り2-2。あと1球ワイルドピッチ、2アウト3塁、1塁は空きました。山田歩かしても怖い青木です。ここは勝負、あー、ギリギリボール。2アウト満塁、青木選手、左の青木、ピッチャーは変えません。ここは加山かなと思ったんですけど、続投、頑張れ甲斐野。あー、フルカウント、9回裏満塁、フルカウント、あー、押し出し。どうする工藤さん、左の雄平選手、バレンティンだけには回したくないな。3番雄平、9回裏加山です。よし、打ち上げだ。 OK、 勝ったばーい。今日先発の松本、今シーズン初勝利でございます。加山はプロ初セーブです。さあ勝ちましたけど、ちょっと抑えがいないですね。皆さん抑えに武田はどうでしょうか。僕は武田がいいと思います。以上、たけちゃんマンでした。バイビー。